やっぱジブか。諦めないことがいいよね、やっぱ。俺の最近あったトピック言っていいか、みんな。みんな、俺マジで、ちょっとこれ、全然下ネタとかじゃないからね。全然下ネタとかじゃないから、なんか、そういうコメント控えてほしいんですけど、俺、昨日、なんか、風呂入ってて、ふと、なんか、すね毛いらんなーってなって、ふと、なんか、毛いらんなーみたいな、なって、剃ったのよ、すね毛を。そう、全剃りしたの、全剃り。いや、めっちゃツルツルだった、めっちゃいいやん、これ、と思って、で、そのまま、足の毛全部剃ってさ、めっちゃいい、これ、ツルツルになったと思って、ふとね、その V ラインを見たら V ラインもこれ別にいいなみたいな、ちょっとまあ剃るじゃないけどちょっとまあ整えるぐらい切ろう、ちょっとね整えるぐらいにしようかなと思って入れたら、何を俺なんかもうねなんか頭おかしくなってたんだと思うんだけど、全部いっちゃった、全部いっちゃったんだよ俺、 V ライン全部いっちゃったやっちまった。うん。なんで俺。なんか、俺さ、俺のひげ剃り、そのシェーバーみたいなのついてて。なんか、バリカンアタッチメントみたいなのあるのよ。で、なんか、それでやったら、いい感じに。この切り揃えられるのかなと思ったんだけど。結構がっつり、いってもうて。割とね。がっつりいってもうて、うわやばがっつりいってもうたと思って、じゃあもうこれちょっと一回整えるためにもうカミソリでいくかと思ってカミソリでいったら、いった、全部いった、オールイン、みんな落ち着いて、マジでみんな落ち着いて、オールイン、いやオールインしてもうたんよな。ちなみに別にね後悔してない、正直銭湯行く時ちょっと恥ずかしいかなぐらい。もう一個ありますね、それ生え始めたらかゆい、もうじゃあもう無限か、無限オールインってことか、じゃあもう無限にオールインするしかないってことか今後ずっと。ごめんツイッターから飛んできたんだけど、秋はパイパンって回って、おい言葉選べよおいおいおい、全然カミソリで言ってもうただけだから、そんなねそんないいもんではない。やっぱちょっとやっぱそのまあいわゆるそのパから始まる4文字はちょっとやっぱなんかちょっと生めかしいと言いますか、ちょっとやっぱいいものな雰囲気しますけど、別にそんないいもんじゃない、ただ俺はやっちゃっただけ、やっちゃったんだっていうだけであって。